こんにちは、ウプ主代理のキズナあかりです。ゆかりさんがどうかしたんですか？今回も10月16日の不妊ガスをお送りします。今回の役職は何かな？今回は大量の役職からランダムに選ばれるルールです。あーマーリンだ。とんでもない音量の悲鳴が聞こえてきた。なんでよりにもよってマーリンを引くの？アサシンマーリンが選ばれる確率は 10%、 そして自分がマーリンを引く確率となるとなかなかの奇跡的な確率でございますな。やだ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 、やりたくない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 。でも普段のマーリンよりはやりやすいと思いますよ。だってアサシンマーリンがいるのはアサシンとマーリン自身しか知らないですから、他のインポスターに動きを見られることもありません。頑張るんだ。ここでマーリンのトラウマを払拭するんだ。ふえこれは白角情報なんですけど、ナノさんに強制テレポートさせられました。KK さん、私も仲間です。飛ばされました。ナノさんがデリュージョナーってことね。私も飛ばされてーなー。もう2回使ったから、1回しか使えないじゃん。はい、じゃあ私、KK さんのシャワーシーンを写真に撮ったんで。5万です。ナリスさんが5万円出してくれるみたいです。もっと多く出せる人がいますか？いいんですか？いいんですか？はい、ナリスさんが5万円で落札です。やったー。さ、次は誰の写真を撮ろうかな。しるしろさんはフォトグラファーですか？いきなり新役職が2つ出ましたね。と言っても10月の6、7のでもう古いですが、4ヶ月以上経っていらっしゃる。デリュージョナーはクルーの役職で、近くにいる人を強制テレポートさせます。つまりテレポートさせられた人から見れば、確実にクルーである証明になります。そういう使い方をする役職ですね。次にフォトグラファーは、写真を撮ることができます。写真を撮ると、周辺のエリアに誰がいるかがわかります。自分の視界より広い範囲の人間を捉えることができるので、一二層なんかを見破ることができますね。でもね、今の私にとっては関係ないんだよ。というか、他の役職持ちがどんどんカミングアウトするから、マーリンが絞られてしまう。そして自分も役職を語らなきゃいけないですからね。いや、武器庫の上のところで銃を拾ってたら、死体があったんですけど、ラギさん今、見えませんでした？いや、見えなかったな。武器庫の右上のところに死体が転がってて、もしかしたらラギさんがいた位置ならテーブルを挟んでボタンが光らなかったかもしれません。でも死体自体は見えるんじゃない？普通に見えそう。一応私科学者なんでバイタルを見て、停電のちょっと前には死んでました。その10秒前には死んでなかったんで、停電5秒前ぐらいに死んでると思います。なるほど。じゃあラギさんはキルはしてなさそうですね。KK さんのバイタル情報が正しいなら、そのタイミングはアーカイブにいっぱい人がいたので、そうですね、アーカイブ右にいました。ラギさんが怪しく見えるけど、私はラギさんがクルーであることを知っている。第三陣営のちくわかさん、インポスターのジョカアキさんはカメラ情報で関わっていないことを知っています。だから今回のキルはマキューさんぽいな。一応イヌミヤさんという第三陣営もいてだな。さてコックピットに行こう。コックピットで殺されにかかろう。変に生き延びるよりも早く死んでしまった方がいいのだマーリンは。コックピットってやたらと殺される印象がありますね。だからこそタイムマスターやフェンサーになった時は積極的にここに来るんですけどね。ジョカーキさん、キルしてくれない？ナイス。殺されてナイスって言う人初めて見た。よし、あとはインポスターが霊界に来たらタスク2層をやっておくだけでいいね。うわぁ、これ、ナノさんは超直近だぞ。あれ、ラギさんがアサシンだな。なぜかクルーの色に見えてしまっていたけど、停電になった瞬間、左の方で誰かが死んだそうです。ウィスパーですか？確かにビームマンさんは立ち止まったりしていたので、そうだと思います。とりあえず今回は、ピロヒコさんは関われないと思います。魔球さんって、最終位置が電気室みたいですけど、どうやって来ました？シャワーで、メインで、上から電気室に来た。煙さん、それ見ました？ナリスさんとすれ違って、その後左に行ったら誰かがいたのは覚えてます。魔球さんだったかもしれません。じゃあ、そうですね。よし、もうこのままアサシン会に開かずに終わってしまえ。負けてしまうんですが、それはタスクを全部終わらせれば勝てるんです。みんなタスクを頑張って。初歩的なことですよ。キル早い。前回の剣を追った方がいいのかな、今回がいいのかな。犬宮さんの死人があるなら今回を追いましょう。なかったら前回を追いましょう。見た人。じゃあ前回の話をしようぜ。
とりあえずナノさんのキルに関しては、ケムリさんは無理。ですね、通報の直前は、KK さんと、ナリスさんと、おそらくマキューさんを見てます。ケムリさんかラギさんのどっちかを釣りて。ケムリさんではないと思います。なんかね、学校屋さんの死体を見つけた時の反応がね、ドール化されてるように見えたんだよね。ああ、それはあるかも。ラギさんに入れます。やばい、アサシン会議が。仕方ない。今から、情報量の暴力を与えよう。え、うん、なんだろう。マーリンだってバレませんように。しかし多くの人が役職を開示してしまっているぞ。そういうこと？そういうことなんです。低確率で紛れ込むアサシンマーリンを引いてしまったというわけで、さてと、今のところ使用されているのを確認しておこう。ビームマンさんがウィスパー、ケムリさんは確認済み、ピノヒコさんはサバイバー、ナノさんがデリュージョナー、あとはバイヤが生きている。何か情報は出せるかな。そうだな、最初に煙さんと死体発見した時に KK さんだけ私に入れてたのが気になるな。特に問題がなければ行っちゃいます。行っちゃおう行っちゃおう。セーフ。さ、どうなるかな。外れたらマーリンが大暴れだ。なんてこった。よかった、マーリンを当てられて負けることはなくなりました。でも普通に負けそうな気もする。あとはもうクルーの皆さんが頑張ってもらうしか。よし、めっちゃ面白い。なんでさ、よりにもよってさ、この感じ、イワシさんがマーリンだな。とりあえず煙さんがラギさんに催眠されたドールではなかったということで。ラギさんがアサシンでしたからね。煙さんは白と置いて、イワシさんをキルできそうなのが左にいたちくわかさんでしたっけ。とりあえずナリスさんと KK さんとマキューさんは白だと思います。え、魔球さんって白になるんですか。電気室の周辺で見たので。でもそれって魔球さんかどうかわからなかったんじゃ。誰かとすれ違ったって話でしたね。煙さんの議論の仕方がおかしいな。まあ怪しいようなら釣ってもらってもいいですけど。いや、煙さんよりも魔球さんを釣りたい。そして私はパン屋です。よし、魔球さんを釣ろう。めちゃくちゃに省略したけど、そういう感じの議論がされました。あとはあかりちゃんのキル容疑で、ショカアキさんとちくわかさんのローラーが行われれば完璧なんだけど。ジョカさんの死体がメインホールです。その直前に、電気室からセキュリティに抜けていく人影を見ました。あ、それ間違ってないと思います。コックピット情報でわかります。じゃあ、誰かってのは見てないのか。ちなみに、シルシラさんとピロヒコさんではないです。そこに一緒にいました。通信障害を直してくれているので。ちくわかさんはどこにいました？貨物室です。ふにちかさんは？私は電気室だけど、直前はバイタル見てます。いや、私はふにちかさん見てないぞ。入ったばっかりだよ。ふにちかさんかちくわかさんのどっちかなんでしょうけど。ふにちかさんでいいと思うよ。本当に入ったばっかりなんだって。今回、ふにちかさん一言も発してなかったでしょ。ふにちかさんを釣って、ちくわかさんを釣れば勝てる気がする。まあ、この後にちくわかさんを釣れば勝てるんだけどね。さっき死んでたのって3人だよね。だから電気室の件以外にも2キルを着ているんです。ちょっと思うのは、さっきの件がインポスターとドールが一緒に死んだんじゃないかと。だから合計3キルになってるんじゃないかと。トレイターにやられたってことに。コックピットに入ってきた3人は順番どうでした。いや、この3人はですね、関わってないはずです。一緒に通信妨害を直しているし、武器庫の扉も閉まっていたので。ちくわかさんを釣って終わるか、加速進行にしましょう。ちくわかさん悩んでるって思い人が残ってたら危ないので、釣りたいです。やったー、ナリスさん鋭い。どこまで合ってました。まず、ロールが弾けてるってのが正解。あれは、サボタージュが来ないからインポスターが全滅したんだと思ってました。ところでみんな、私の役職を見てください。マーリンだね。だと思ったよ。マーリンの最大の有効利用は、何もせずに死ぬことですから。いい写真がいっぱい撮れたので満足です。ということで、マーリンが無事に勝利できた回でした。なお、何もしていない模様。それではそんなところで、今回はここまでです。今回もいいねをすると、プチお薬解説が見られます。ではでは、See you!